ウネーチャの師匠、ウネーチャは、ロシア西部のブリャンスク州西部にある都市。ソジ川の支流イプチ川へと流れる。さらに支流のウうチャ川に沿う。州都ブリャンスクからは、南西140キロメートル。人口は2002年国勢調査で29,039人。1989年ソ連国勢調査では28,583人であった。ウネーチャ川沿いに、 同盟の村ができたのは1672年のことであった。1887年に近くにブリャンスクホメリカンの鉄道が開通し、それに合わせて鉄道駅周辺に集落ができ始めた。1930年には南北に伸びる支線も開通したことにより、鉄道の交点の町として大きくなった。1940年8月16日に市の地位を得ている。 第二次世界大戦では1941年8月17日にドイツ国防軍に占領されたが、1943年9月23日にブリャンスク構成を進める赤軍ブリャンスク戦線により奪還された。市内には歴史民族博物館がある。ウネーチャには電気工業のほか、食品化工業や建材工業、鉄道関係の工場が立地する。 1887年に開通したブリャンスクホメルブレスト間の鉄道が通り、東西にロシア西部とベラルーシ南部を結ぶ。さらに1931年に開業したボルシャクルイチャウスラーチウネーチャ間の鉄道が交差し、ウネーチャの北のベラルーシと南のウクライナとを結んでいる。この南北の支線はベラルーシがロシアと別の国になったこともあり一部では列車が通っていない。 ブリャンスクからポーチェプーネーチャークリンチのノボズイプコフを通ってベラルーシ国境へ伸びる M13 幹線道路が通っている。ありがとうございます。